とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワーのテンペストゴーレムをワンパンできるかやってみたいと思います。コメントありがとうございます。これでいけるらしいんだよね。怒りです。覆われた怒りじゃなくって、普通の怒りなんですけども、虚無3を入れてます。この虚無を入れて、最大倍率で叩くとワンパンできるらしいんだよね。まあ、とりあえずパワーアップして 99? これいける？いけるもんなのかな？3、でもアーティファクトシナジーがついてるんでいけるか。うん、3744の、虚無での600% プラス影の断片の3倍ダメージか。いけるかな。うん、まあまあ、とりあえずやってみましょう。なかなか難しいとは思うんだけどね。他にエンチャント入れる？あー、待ち伏せでもいいよね。そうね、影化してるから待ち伏せを入れるとダメージは上がるよね。まあ一応安全のためにこれも入れていきましょう。で、問題はここだもんね。雑魚戦が結構辛いっていうのが多い。ここは無敵のはずだぞ。なぜかトラップが入ってきた。これきつい。雑魚戦がマジできつい。あのね、力の弓を取ってんのよ。だからちょっと雑魚戦が辛いかもな。まあまあ、ハーベスターもまだ全然打てるし、いけるにはいけるのよね。うん、しゃっ、 OK。 じゃあいきましょう。まず、いや、これいけるか。まあまあまあ、とりあえず行こう。次だね。行きます。1、2、3。あ、ちょっとタイミングむずい。ごめん、もう一回する。では行きましょうか。うんうん、まあ、こっからだったらまあワンパンみたいな感じで数えていいでしょ。行きます。1、2、3、 OK。 これワンパン無理だぞ。うん、あ、怒りでのワンパン、これ厳しいかな。うん、勇者だからダメなのか。これが攻撃力も 35% 上がるスケールメールだったらばいけるのかな。うん、あ、でもこっちはねシナジーが一応ついてんだよね。うん、ちょっと防具で攻撃力を上げて再挑戦してみましょう。防具はあれですね、スケールメールじゃなかった、バトルローブだ。うん、でもこれも近接武器が 30% ダメージアップしますし、影凸がついてんだよね。うん、で、待ち伏せ3と虚無3を入れてきてます。おお、100まで上がった。あんま変わりはしないだろうけど、あ、でも4000になったね。うん、いいんじゃない。これでいってみましょう。あ、次に行ったら影凸が3まで上げれますね。影凸を3まで上げて、あ、戦いやすくなるわ。おい、もう動くの？ちょっと待てよ。なぜ急に動き出した？よし、 OK。 何よ急に。 OK。 このね、怒りの弱点がやっぱり通常の雑魚との戦いがちょっと難しくなるってとこよね。あっぶねー。
最後の叫びナイス。よし、オッケー。さあ、いけるかどうかやね。おいおい、よし、オッケー。では、行ってみましょうか。そのまんま行くね。行け。あー、難しいか、やっぱりワンパンはちょっと難しいのかな。ダイナモ1が入ってるんだけども、いやーちょっとむずいか。あのあと2回試しましたけども、ワンパンはちょっと無理ですね。ダメージが入りきれない。おそらく黄金スキルで、追い打ちかクリティカルが入ればいけるのかな。通常の状態では2パンがせいぜいでしたね。ちょっと黄金スキルに頼る感じで1パンはできるとは思いますけども、今回はちょっとできませんでした。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。